フレデリック・アントネッティは、フランスオートイコール・コルス県、バンゾラスカ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは D、DF e、MF。現在は、リーグンの FC メスの監督を務めている。若い頃には INF に所属するなど期待されていたが、その後は伸び悩み、結局フランス一部リーグでの出場はわずか2試合のみで、あった。 1990年の引退後は、キャリアの多くを過ごした、コルシカ島の SC バスティアで指導者としてスタートし、1994年10月に33歳でトップチームの監督に就任した。1998年シーズン途中に J リーグガンバ大阪の監督に就任。フランス国外で初めて指揮を取るクラブだった。チーム戦術としては、就任直前に行われた、 フランスワールドカップで優勝したフランス代表のような組織的なサッカーを展開したいとしていたが若い選手が大半だった当時の G 大阪では育成と結果の両立が難しく1年間の契約期間が切れるとクラブから契約延長の話は出なかったフランス帰国後は再びバスティアの監督に復帰弱小クラブを一部リーグの常連に育て上げた手腕を買われその後は 名門の AS サンテティエンヌで3シーズン、ニースで4シーズン指揮を取った。2009年からスタットレンヌの監督を務める。2015年11月22日、リールの指揮官の座に就いた。1999年に、G 大阪を退任する際は、当時若手のホープだった、稲本純一の才能に惚れ込み、フランスへ連れて帰ろうとした。その10年後の2009年、 新しく監督に就任したレンヌで稲本を獲得した。ありがとうございます。